肖像画、アウグスト・クリスティアン・フライシュマン・サクザムエル・シュトリュクは、ドイツの法学者。パンデクテンの現代的関与を表し、ドイツ史法学の発展に、多大な影響を与えた。1640年、ブランデンブルクのレンツェンに生まれる。はじめシュトリュクは、地元の学校に通ったが、その後、ゼーハウゼンの学校とケルンの初等中学校で、学んだ。1658年6月9日、 彼は、ビッテンベルク大学へ入学。はじめは、哲学科へ入って、ヨハン・シュッペイリンクや、ゲオルク・カスパー・キルヒマイヤーの下で学んだが、その後法学科へと転身し、キャスパー・ツェグラーや、ビルヘルム・レーザー2世に学んだ。1661年には、フランクフルト大学へと学びの場を移し、ヨハン・ブルンネマンに指示して、法学を学んだ。フランクフルト大学在学中、 シュトリュクは、オックスフォード大学やレーデン大学をはじめとした北、ヨーロッパ各地の大学への留学を繰り返した。法学研究を続けるために、フランクフルト・アンデア・オーデルへと帰還し、1665年の5月11日には、法学修士、12月17日には、法学博士を習得した。その後、シュトリュクは、准教授に任命され、それに前後して今日、 ローマ法大全として知られる四つの作品を論じ、続いて彼は、いわゆる、新直法についても取り扱いを始めた。そこで問題となったのは、古代末期の皇帝ユスティニアヌス一世が交付した、立法についてであった。大学の規則に従って1668年6月に、彼は、聖教授へと昇進し、ガイウスの法学定王に基礎を置いた、ユスティニアヌスの 法学定王を取り扱った。手短に言えば、ここで問題となったのは、ローマ法の初歩的教科書であった。義理の父であったヨハン・ブルンネマンの死を受け1672年より、彼は学説遺産担当の教授職を引き継いだが、その教科書は中上級者向けのものであった。続くフィリップ・ヤーコプ・ボルフの死によって、彼は1680年には、 直方遺産を担当を引き継ぐことになった。そこで重要だったのは、2世紀から始まって、ユスティニアヌスが交付をしていた頃までの諸皇帝の法典であった。ヨハン・レッツがブランデンブルクプロイセンの宮中古問館に就任するために退職したことで、シュトリュクは法学部長へと就任。その在任期間中にサンド・フランクフルト大学の総長を経験した。 1690年にシュトリュクがビッテンベルク大学で教授を受けたキャスパー・ツィグラーが死去。役職の新配置に関してザクセン選定校、ヨハンゲオルク3世はブランデンブルク選定校、フリードリ・ヒビルヘルムとの会談を実施し、そこでシュトリュクはローマ法の結出した専門家であると判断された。両者は合意に達し、シュトリュクは ビッテンベルク大学総長へ任命され、彼に対してビッテンベルク大学から500グルデンの報給を支払うことが決定された。このビッテンベルク大学赴任中に彼はドイツ司法学の代表書となる著作パンデクテンの現代的関与を発表した。1692年に彼は新しく創立されたハレ大学へ移り、そこで彼は 数期古問館の肩書きに並んで法学部長とハレ大学学長に任命された。彼はクリスティアン・トマージウスやファイトルートビヒ・ホンゼッケンドルフラと共同でこの新設大学を組織し、コッペンハーゲン大学学長の誘いも拒否した。後にパンデクテンの現代的関与へ追記を行い、シュトリュクの息子であるヨハンザムエル・シュトリュクと共同で2巻を追加で出版したユストゥス。 ヘニング・ベーマーは、1699年より首都クの、奨励のもと晴れ大学法学部にて教鞭をとっている。1710年7月23日午前7時、首都クは晴れアンデアザールにて死亡した。70歳であった。墓は同志に位置するシュタットモッテスアッカーに置かれた。この死を受けて、同僚のアウグスト・ヘルマン・フランケラは追悼の意を、表した。ありがとうございます。